衆議院法務委員会で火事事件に関する証言に臨む火事渡る火事事件は小説家の火事渡るが1951年から1952年にかけて GHQ を構成する一角であったアメリカのキャノン機関に拉致監禁されていた事件火事渡る事件とも言う 拉致現場火事が監禁されていた場所の一つ1951年11月25日午後7時頃、火事が藤沢市区毛沼の自宅付近を散歩中、軍用車から降りてきた数人のアメリカ軍人に突然、殴り倒されて、車で拉致され、当時キャノン機関が接収して使用していた東京・湯島の旧岩崎邸などに監禁された。監禁場所は、 富士沢や沖縄のアメリカ軍施設など点々と変えられた。監禁中、ソ連のスパイではないかと疑われて、必要な尋問を受け、さらに、アメリカ側の二重スパイになることを強要された。火事は、戦時中、中華民国、重慶において、小解析保護下で結成した日本、人民反戦同盟によって、日本軍兵士、捕虜に対する反戦プロパガンダ活動などに、 従事していたほか、中国共産党とも近い関係にあった。その関係で当時から、ソ連やアメリカの諜報機関との接触があったと言われている。なおカ事は監禁中、2回の自殺を図ったが、いずれも未遂となった。翌1952年に不憫に思った監視役の日本人青年がカ事の家族に連絡し、同年11月12日に家族は、 火事の捜索願いを出している。同年12月6日には、家族の依頼を受けた、左派社会党の井ノ又構造大義氏などが解放に向けて尽力し、それが報道されるに至ると、火事は12月8日に、神宮外苑において解放され帰宅した。井ノ又構造によると、当時の米国では火事事件の新聞記事は、掲載禁止とされたため、米国人はこの事件を知らず、 また当時の中日アメリカ大使さえ、この件で何の報告も受けておらず、日本の国会の質問に対し検討違いの返答をするなど、秘密機関の暴走の危うさを示す事件だった。山田善次郎によりこうとなった事件は、衆議院法務委員会で取り上げられ、火事は解放直後の1952年12月10日に、承認関門されて事件について、証言をした。 重慶の時のようにアメリカに協力するように強要されたと証言していることからアメリカと疎遠になってソ連に接近したカジを再び協力者にする目的で拉致されたという見方もある。1963年カジは事件の詳細を記したとする著書、暴略の告発を発表した。ありがとうございます。